僕だとやっぱ京都って感じしていいな。うん、とても素晴らしい。こんにちは、ここは京都ですけども、多分次のシーンは大阪になるはずです。多分京阪のプレミアムカーで行きます。プレミアムカーで行こうか。そうしましょうか、うん、じゃあまあダブルデッカーもいいんですけどね。あ、そう、え、あれって京阪がやってるんです。あ、京阪がやってるんです。え、あれって東のやつじゃないですか。違うんですよ、あれは京阪なんです。京阪ジュースサーバーなんです。あ、あ、東のと京阪の、はい、あ、違うんですかこれ。あの、首都圏にありますよね。首都圏にあるけど、はい、親会社は京阪なんですこれ。あ、そうなんですか。え、じゃあ東京にあるのも京阪の。あ、そうなんですか。あ、そう、知らなかった。東が入ってるかもしれないけど、はい、あのジュースサーバーの資本自体は京阪なんですよ。あ、じゃあまあ運営をなんかその東のリテールかなんか受けてるかなんかは、まあ、分かんないけど、フランチャイズ。そうなんだ。いや、なんか確かにあのミックチュジュチュとか言ってね、あのこうなんか大阪でそういう系のやつあるじゃないですか。あ、そういうことなんだ。だから新大阪にもあれがあるんですね。そう、実際はある。ああ、確か系だと思って。昔のニコニコ動画で京橋駅のあのゴキブリの動画知ってます？知ってます。有名ですよね。京橋って言えばもう未だにゴキブリのイメージしかない。そうなの、呼び方違うんですか。いや、地下鉄って東京のマンホールありましたよ。これ、まあ、このマンホールかどうかわかんないけど、これじゃないかな。なんかこういう建物の中のやつですよね、確かに。多分女性専用車は死ぬまで女性専用車なんだ。そうそう、女の人しか、あ、でも男の人も並んでるな。あれ、土日もそうなんだっけ。なんかそうなんじゃないですか。だって終電まで女性専用車ってことは多分そうでしょ。都民がこう、僕が今度あの東京で横浜だけどおもてなしすることのハードルが上がりますね。ホームちゃんの一番高いあの中華屋イカレセンと一気に違います。あの何、中華街の中華街の四回廊みたいなところ、火星廊か。火星廊。おはようございます。今日はね、新年度ですよ。昨日の動画の経緯も全部改めて説明しますけど、今日は4月1日、2019年4月1日、今日17時半に新言語発表だ、どうしよう、その瞬間テレビどうしようかな、まあいいや。ともかく昨日の話ですけど、まず、3月31日の夕方に京都でね、あの私がなんかやってましたけど、もうあの時点で、2018年度の動画の撮影は全部終わってましたね。で、ただまあそこから先に何やってるかっていうのを、まあ、簡単に撮っておこうと思って、鴨川のあたりでカメラ回してたわけですけど、青のシンフォニーとか乗って近鉄で京都着いてですね、で京都から、安西さんと一緒に、京阪電車に乗ってね、それで、淀屋橋、京橋から大阪環状線ぐるぐる回ってですね、で、大阪の準レギュラーの酒井君と 中村さんと、合流して4人で焼肉食べましたね。みんなで美味しいもの、あの中村さんの行きつけの美味しい焼肉屋さんに行ってですね、でそれからあの今ここは、大阪市港区朝潮橋です。右側に大阪市営地下鉄じゃないか、違う、大阪メトロね、東京メトロのことも未だに英断と言ってるわけですけど、あのこっちもあのメトロになりましたんで、大阪市営地下鉄じゃないもし、大阪メトロの地下鉄に乗ってですね、中央線、これで弁天町、これから大阪環状線に乗って大阪、大阪駅からまた列車に乗ります。で、今日から私はしばらくお休みをもらうことにしました。あの休暇ね、私別にあの会社員じゃありませんので、私が自分で全部働きたい時は働けばいいし、働きたくない時は働かなきゃいいんですね。で、私はしばらく働かないことにしました。働かないって言いながらあの動画撮っておりますけど、これは、まあ、自分の休んでいる時の様子をちょっと動画に残しておこうということでして、そんな別に一生懸命動画撮るつもりはないですよね。別に YouTube のことがあのすごく嫌になったとかそういうわけでもないから、あの動画撮るのがその別に苦痛なわけでもないし、あのそんなガンガン撮ったりしませんしね。意図的に再生数稼ぎのために、まあ、朝もね、あの早くから、まあ、今日結局朝早くなんですけど、今5時30分なんですけど、あの朝も早くからあの夜も遅くまでなんか電車に乗りまくるみたいなことはしません。ただ自分のやりたいようなことを好きなようにやると、まあ、そういう生活をですね、あのしばらくはしようかなと思っています。本当大変だったんですよ。な、2017年の3月からね、ずーっと旅行しっぱなしでね、寒いね。今日はですね、これから梅田に出て、特急サンダーバードではなくビジネスサンダーバードという、月曜の朝にしか走らない列車があるんですが、ビジネスサンダーバードに乗って何も考えてませんけどね、あの北陸金沢に行こうと思います。これは遊びで行くのであって、別に金沢に行けば何か再生数の源泉があるかというと、まあ、特にないわけですけど、
まあいいんですよ、別に休みなんだから、あの行きたい時にね、あの好きなところに行きゃいいわけです。ビジネスサンダーバードもあの鉄道チャンネルに投稿すれば再生数が取れるネタだと思いますが、単純に私は乗ってみたいから乗るんですね。まああとね、あのしばらくの間ビジネスから解放されるその喜びを感じる一番列車がビジネスサンダーバードっていうのはなかなかいいんじゃないかなと思って、別に自分に対して演出してるわけじゃないですが、そんなことやっても別に自分で自分のことを演出しても大して面白くないんだけど、まあでもせっかくの機会なんでね、ちょうどいいな、面白いなと思いました。今時間見たら今5時30分のようですけど、5時33分発の指定地下鉄に乗る、それで多分ね、あの梅田まで割と順調に行くと思います。中村さんとか酒井君とか多分動画撮ったのに、動画撮ったっていうか行動してたのに、彼らが動画に出なかったな。昨日はまた今度会うんですかね。空いてる空いてる、大阪南港の方から来た電車です。それは乗ってないな。弁天町駅では5分の乗り換えなんですが、ただ切符を買うのその用事があったな。忘れてた、間に合うかな。まあ、私切符を買うの用事って言いましたけど、なんかこれだとあれですね、日本語勉強中のあの中国人の人みたいですね。中国人の人ってのもまたなんかおかしいけど、日本語の切符を買う用事っていうのはなんかその形容詞みたいな使い方だから、中国人の人はそこに敵っていうなんか言葉をつけたくなるんですね。切符を買う敵用事みたいな。でそのそれが形容詞化するそののっていうやつだね、あの入れるか入れないかの判断が難しいんだそうです。乗るのはね5時40分ですから間に合うといいな。弁天町から大阪に乗って、サンダーバードで金沢でしょ。で多分ですけど金沢から、多分飛騨に乗ると思う。飛騨がないな。嘘だろ、それは困ったな。なのでしょうがない、これで大阪から東京まで経由はこれだ。これでまず金沢、次に高山、あそうかそうか、飛騨は金沢から出てるんじゃないわ、間違えた、だからだ。名古屋でもこれで出るはずだ。出てくれ出てくれ出るよ。これで多分高山線周りの切符が買えるはずだけど、なぜか発売しないと言ってるな。ダメだ、あと2分、発車まで間に合うかな。間に合わせたい、何としても買いたいな。さっき私が間違えて操作しちゃいましたからね。今日大人1名大阪から乗ってサンダーバード金沢、特急新幹線に乗り換え輝で、富山特急に乗り換え飛騨、これで、名古屋で普通列車に乗り換え、これで東京と入れれば出た。これで変えるけど列車の発車まであと1分しかないぞ。これちょっと変えないとまずいんですけどね。はい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 、早く。よし、よし、全然よしじゃないんですけど、40分発だからな。間に合ってくれ。3枚発行するんですよ、領収書とクレジットカードの控えと、それから切符の本券3枚。そろそろあと3秒ぐらいで、よし、よし、買った。よし、間に合う、大丈夫だ。今来たから駆け込み乗車にすらならない。確かちょっと離れて止まるんじゃなかったかな。大丈夫か、大丈夫そうですね。あ、よかったよかった、間に合います。ちゃんと目的の切符も変えました。
ビジネススタンダーワードの出発まであと十何分かありますけど、この時間から売店やってるかな、やってないと車内販売もないから何も食べるものなくなっちゃうんですよね。コンビニ20なんてのはありがたいですけど、やってないような気がするな。ビジネスサンダーバードってのは日曜の夜に12両編成で運転したサンダーバードを、その翌日の月曜日には給料で返すので、金沢にの車両3両を改装しなきゃいけないから、じゃあ改装するぐらいだったらお客さん乗せて営業しようって、ね、運転している列車で、つまり北陸線の特急としては珍しく3両で運行されます。だから月曜の朝しか運行されませんが、意外と需要があるようです。こんな朝早くからビジネス需要ってあるのかなと思うんですけど、9時前には金沢に着きます。あ、誰もいなくなった。さっきまでお客さんいっぱい歩いてたんですけどね。あの奥にセブンイレブンがあって営業してるわ。ありがたいことです。これ買いましたね。これね、あのミニぶっかけおろしうどんって書いてありますけど、のこういうやつ、まあ見てわかるか。これあれですね、あのつゆを自分でこうかけるタイプですけど、つゆの処分に困るんですよね、列車の中で食べると。なんで今まで列車に乗るときにこういうものを買うのは敬遠してたんですが、よく考えたらつゆを最初からちょっとセーブしてね、少なめにかけとけば別につゆをあと全部飲んでしまえばいいんで、ね、そんなに困らないかと気づきましたんでね、今回からあの車内でも食べることにしました。匂いしないから大丈夫でしょ。スパゲッティとか温めて食べるとまたちょっと違うと思いますけど、発車まであと7分、もう止まってるかな。ビジネスサンダーバードなのに英語名はサンダーバードなんだ。ビジネスサンダーバードってならないですね。いませんね。おお、ビジネスサンダーバード号ってちゃんと自動放送でやるんですね。3両ですよ、3両。この大阪駅に一番後ろが3列車です。でもね、どうせお客さんなんかいないだろうと思ったら結構混んでるらしい、ビジネスサンダーバード。多分3両だからってのもあるんでしょうけどね。あ、英語放送でビジネスサンダーバードって言ってましたね。あ、サンダーバードってのはもともとライチョウっていう列車が走ってたわけで、そのライチョウ、関西特有のギャグだと思うんですけど、ビジネスサンダーバード、違う、ライチョウをサンダーバードって言ってね、それで、当時流行ってた、なんですか、特撮のサンダーバード、かけたんでしょうけれど、今ではもうそれが取って代わられています。お待たせいたしました。順次は乗り場に6時1分発特急ビジネスサンダーバード号金沢行きが3秒で参ります。あれがビジネスサンダーバードか。本当に3両で来てるわ。まあ当たり前ですけど、順次は乗り場に列車が参ります。ご注意ください。てる時間も大してないみたいです。すぐに出てっちゃうようですから、まあそろそろ乗っといた方がいいでしょう。まあでもあと4分ぐらいあるか。逆に言うとでも4分しか止まらないですね。あ、結構乗るな。指定席も買っといてよかったけど、他のお客さんと相席になるかもしれませんね。相席になったらちょっとこれを処分するのに困るな。京都までお客さんが乗ってこないことを祈りますけど、でも京都より圧倒的に大阪なんかのお客さんも多いんですよね。京都、駿河、掛布、福井、阿波の温泉、and 小松、before arriving at the 金沢 terminal。 金沢駅です。お待たせいたしました。まもなく発車します。ご利用のお客様は車内でお待ちください。
全然出ないっていうかまだ7時半だからだと思うんですけど、こんな朝早くにあれなんですけど、ちょっと急ぎのようなので連絡しちゃいます。テレビ見せてくれ。福井県、福井県って寒いんだな。雨も降ってるしね。大阪あんなに晴れてたのに、さっき新引田のところなんか雪が降ってましたからね。だから出ないわ。いきなり朝7時半に電話して申し訳なかったな。特急ビジネスサンダーバード金沢行きです。止まります駅は竹生、福井、あわら温泉、小松。テレビが見たいぞ。